はい、次が、NP さんのエルザと、折り紙サイクロン、僕のコノハですね。NP さん、じゃあ、筐体好きな方でいいですよ。なあ、じゃあまたマイクお願いします。はい、引き続き僕です。ジョジョさあ、ワンプレイヤー側は折り紙サイクロンコノハ、ツープレイヤー側が NP エルザ、鋼と、鏡ですね。さあ、先ほどは鏡のある側でしっかりリバサの択を潰して表裏卓かけていったこの折り紙サイクロン。さあ、対するはこの NP エルザ、鋼エルザ。なかなか見ないアルカナだが、あっと、ここはイズナがふわりと化けていく。イフコンボ設置、あーっと、ダウン位置で当たってしまう。エリアルしっかり決めて、さあ、リバーサー払う、クレド、アラブルクレド、切り払う、しっかりガード、ジャンエ、これはガードしてしゃがみくらい、ここでバスト、あっと、手に取れない、こちらもバスト、うわー、滝登り。さあ、もう今みたいなうやむやなの世間では荒らしたって言います。ちなみにこれ勝った、勝てませんよ、荒らしても。キリエ、キリエ、しかしカウンター、これはグラディウスが、エセグラディウスめくり、しっかりガード、タッチ、読書、投げがしけって出ない、カウンター、これはつながらず、壊し壊し、ヨンガーキャンからコムニオ、縦設置、さあ投げてった、この葉落としの術、勝ったのは折り紙サイクロン。はい、じゃあ次が子犬丸ママさんとラーさん。ラーさん、ジョジョやってる場合じゃないっすよ。さあ、じゃあお願いします。さあ、風リリカ対花子の葉。このね、サブキャラを使うときには安定のカヤツ姫さんはね、マジ天使だよ。からまずはジャン、指導をバースト、カヤツ姫さんの速いバースト回復速度、崩れない、あの場から。さあ、お互いに攻撃がすかり合う。
ちゃんいいから投げ通す。ジャニリーで着地して風を置いといて有利時間。さあ防戦一方だが一回ここでワンコンボガンガン攻めていきたい。伊豆なじめシュッシュと置いておいたけどジャンプされてジャンビシドフォースコンボしっかり入れて伊豆なじめから八重部に置いてアドバニウムはしっかり対処しつつ空中投げ伊豆な落とし。さあ一本取っていく小犬丸アーマー。さあ第2ラウンドバストを使っていくがさらに追撃されてしまって立ち回り。さあこの歯に翻弄されてしまっている。さあ空中投げ叩き落としてイズンナ受け身その場受け身からさあなんとか抜け出したけどさらに続いていくこの歯の攻め。ここでワンコンボしっかりとかかともガードされてダメージはそれほどでもない。さあ圧倒的体力状況的に有利なのでそういった攻め方をしていく。だこの後押してだからアーさんもね別ゲーに浮気しすぎなんですよ。さあ勝ったのは小犬丸アーマー。はい次、ヤブログ代理対ヤイバさん。ヤブログ代理さん、あじゃあお願いします。さあアルカナは冷やかね対キシャル。スタンバイエンジェル。じゃあまずはジャンロクシー通して、さあ 2B まで繋いだけどここからジャンロクシーもう一回通してターゲットとしては入らないがさあ釣りでしたと 2B 置いてどんどんダメージ取っていく。ヤブログ対リシャル。ここでさあめぐりジャンビーガシニエで暴れで当たってしまう。第2ラウンド総裁からと風門さらに総裁。しかし総裁戦勝ったのはヤブログ第3のシャル。5位からワンコンボさあかっこいいの入ってコトダムも1個貯めていく。さあ鉄板のゴシーツタ連携当たってしまって、さあ1回着地してさあ超タネジメ画面端取って、さあしんどい状況ジャン 6B 置いて当たって叩きつけから種まいてジャン直シートって勝ったのはヤブログ第3のシャル。さあ次じゃよ勝負じゃね、この歯対この歯じゃね。まあマイク置いとくんでなんかもうみんなね他のゲームにお熱ですけど。やりたい人いたら、あ、八重和さん生配信主の、え、頑張ります。上白さんにボコボコにされてしまった。あ、ネタバレしちゃった。あ、じゃあはい、これあ、小犬丸両方ともアマなんですか。これ小犬丸アマ対折り紙サイクロン、鏡がサイクロン C で、花がプロプロだよ、アバ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 。まだプロへの道は遠いらしいです。
開幕を飛ばさないのがアルカナ勢。お互いしゃがんで先手を取ったのは、サイクロン氏。鏡で東大モード思いきや攻めていく。先に触って、はい、早手付き F コンボ鏡設置。おっと天の滝の森から置き攻めはさばいて早手付きワンコンボがらのおっと漏れちゃった系ですかね。はい、そして天の置き攻めが通って続けられない N 投げ入ってエリアル絆落とし締めて、お鏡設置バーソ使わせて、さあここから読み合い、おーめくりできるサイクロン氏。一本取ったのはサイクロン氏。さあ立ち合い設置からの先に立ったがコンボに行けず、 N 投げワンコンボジャンイで落として花設置ジャンビー。総裁戦は下ってしまったがサイクロン氏が EF コンボミスってしまった。リスナー設置めくり、あさあ試合の流れがかなりあれだわ。ジャンイジャンビー刺さってバーストしてしまった、下がった EF コンボ。さあここから鏡設置叩き落とし、あっとコンボにミスってしまったが、ズナーチャイン使って噛み合った、勝ったのはサイクロン氏、おめでとうございます。許さぬよ。遺恨発生だな。じゃあ決勝かな。え、酸欠1時間だったよね。まあじゃあ時間たっぷりあるんで3決やりましょうか。じゃあさあくしくも人気縄主対決とな。うん、確かにお兄さんモニター買ってくださいよ。さあ、ヤイバのいろいろ対オエラジどうなっていくか。あるかな、ずっと変わらず日やかね対花子の葉。まあワンコンボ、しかしこれで体力状況は五分といったところ。ここからジャミぶっこみのぼりちゃん A、 いずなじめやべにもちろん置いてと滝登り、釣りにもなっていない、しっかりコンボもらって、さあフォースから茜分身締め、さあまたも体力状況ゴムに戻ってジャンビーカミソリめくっていく、バースト使わせて滝登りと 4D でしたけど噛み合わずに、さあ加工園から茜分身決めてまずは1本取っていく、ヤイバさんの茜。さあ言霊は溜まっていないがどうなる、じゃんポンポン置いていく。さあ空中戦はめんどくさいのでこすっていく戦法か。さあ加工園から河川浴コンボ入れて言霊3つ溜まる、さあ見せてあげると満月締め、誰が落として取りかけ画面端取っていく、ジャンビー取って、さあ早手から安定コンボ、さあ起き止め何も起きずにと小棚を止めてしまった、誤爆って、さあ総裁総裁ジャンへこすっていく、さあイエコンと締めが悪かったが、さあダメージは取れている。さあ金川も後ろに下がってコンボが入らずに合戦欲置いといて、登りちゃんへ通して泉だから、さあやいびには出さずに、さあ警戒して、さあゲージを温存しつつ最終ラウンドに行って望みをつなげていきたいが、
さやじゃん AB ヒットしまい、バースト使ってガードクラッシュ突き砕きから派生突き砕き。さあ勝ったのは矢岩さんの茜、3位は矢岩さんの茜。はい、じゃあ決勝戦やりましょう。じゃあまあ第どっちでもいいならこのままで、じゃあお願いします。じゃあマイクまたお願いします。おー、遺恨が今日2つも生まれてしまったよ、ちくしょう。さあ決勝戦ですね、折り紙サイクロンコノハ対するは、ヤブログ代理。これヤブログ代理が優勝したらヤブログ優勝ってことでいいのかな。会場に来ることなく優勝しちゃうか。それを阻止するために折り紙サイクロン頑張ってほしいところです。お、初優勝かかってる。さあどうなる決勝戦、コノハ対シャル。鏡コノハ対するは風シャル。カウンター、ここはバーストでしょう、使ってく。ゴシー設置、しゃがみ届かないが攻めは続いている。距離を離すコノハ。さあワンチャンス、ダブルアップを狙うがこれはかなわず。無心コパン振っていた。設置、しゃがみからジャンプキャンセル。 BC ソニック、超ソニックが出ない。引っ掛けからここは殺しきる。さあ優勝に王手をかける、ヤブログ代理。空中投げ、これはコンボミスってしまう。おっとカウンター、しかしこれは美味しくない、美味しくない。さあこれ、あっと当て身、状況的に非常に美味しくない状況だが、ここは空中投げ、しゃがみ打ち上げてジャンキャンエリアル、超ソニック決めてレバガチャ、体力圧倒的リード。これは危ないか。さあワンチャンス、とりあえずワンコンボジャラジャラ決めてふわり。あー、しかしジャンロクシー。さあ優勝はヤブログ。ヤブログさん会場に来ないで優勝か、憧れちゃうな。じゃあはいどうぞ、はい、鏡にこだわってしまった結果があれだよ。さあじゃあそんな感じで、はい、第36回アルカナード3中東場合はヤブログさんの優勝ということでね。終了とさせていただきます。ありがとうございました。なんかみんなね、多芸に浮気しておいちゃん悲しいよ。ジョジョとかも流行ってるからね。まあそれでも僕はね、1周年を迎えるために 1年間は頑張って続けていくんで、よろしければこの後もお付き合いくださいといったところで、でまあいつも通り15分くらいフリップで置いとくんで、触りたい方触っちゃってください。